皆さんおはようございます。私はこの磯田康夫ですよね。71になりました。ということで、はい。66歳の時にね、外国語大学行きまして、英語の勉強会して、69歳で研究語、それからこの動画を作ってます。まあね、ボランティアでやってますからね、いろんな企画やって、面白おかしく皆さんと一緒にやろうってやっておりますので、まあ、ぜひ、動画登録とかメルマガ登録しておいてください。今日何の話ということなんですけど、今日ちょっとね、昨日からね、急激に涼しくなってきましたよね。まあ、勉強しやすい季節になったから、大いにバリバリやってくださいということと、さらにもうすぐあと2週間ほどで英検が近づいてきてますよね。まあ、皆さんちょっと緊張とかぐーっと高まってきてるんじゃないかと思いますが、まあね、試験、なかなか、面白いですよね。だってなかなかね、人生、まあ、特に社会人の方でね、なかなかそんな、試験を受ける機会って少ないし、緊張、人間がそういうふうに緊張していくと、って、貴重ですよね。貴重な体験できますよね。年3回受けたら3回。いやいや、もう1回でいいかっていうことなんですけれども。まあそんなことありますよね。まあ涼して気持ちいいからやりやすくなってきてますけれども。いうことでね、ね、秋といえば新米と松茸ですよね。はい。松茸高いよね。まあ私なんかね、ちょっとそんな高いも高級品は買えませんけれども、うちの息子とこではもうなんか一番高級の買って出してるらしいんだよね。なんかもうあれ見た時びっくりしたよね。写真見たら何やねこれ、松茸どかーっとこの山に積んじゃって、あれで料理、なんせご飯の量と松茸の量が半ぐらいでなかったら美味しくないんだとかなんて。そんなことしたらね、生活成り立たんよって言いたいんだけど、しかも国産の一番ええやつ作っとるでしょ、どんだよねって話なんですけど、まあ一回食べてみたいですけれども、まあそれはまあ全くの話は多くとしまして、ですね、まあ今まあ私担当してるの3つあって、1つはまあニューヨークタイムズの向かいと準1級の、講座ですよね、準1級の試験合格講座ってなってて、あと3つ目が何かというと特別クラスって名前で、まあ、つけようがないからそんな風に言いながらつけてるんですけどね、まあどうしてもね受験が中心の人が多いのでね、英語を勉強するのにね、まあそれはそれでいいんですけども、まあそれだけじゃ面白くないし、もうちょっと幅広くいろんなね、英語と日本語の本当の違いとか、英語ってこんなんですよという、そういうダイナミックな違いとか面白さに気づいていただくと、そうするとまた受験英語と違ったね、本格的な英語の道が見えてくるんじゃないかということで、受験を離れてやってるっていうのが週1回やってる、毎週水曜日の夜9時から1時間やってるんですよね。でさらにその授業ではほとんど、私の方はあんまり喋らないようにして、いつも課題を与えて、その課題で皆さんが調べてきたのを発表してもらって話するという、そういう形のでの進め方にしてるんですよね。まあそれがちょっといわゆる通常の授業とはちょっと違うところですよね。でなかなかね、社会人になってこうね、テーマを与えられて調べてきて発表してっていう機会は少ないと思いますのでね、まあそういう形も、ちょっと面白いんじゃないかということでやっております。ちなみにね、今までのテキストをどんなのを使ったかというと、これですよね、これなんですか、日本人の9、これか、こうした方がいいのかな、見えますか、あ、この方が見えるかな、こういうのを使いました。その次が、こういうのも使いました。これで、あ、見えますか、これぐらいですかね。それとあとちょっとあれな、中休憩で和製英語についていろいろ研究していただいて発表していただくというのをやったり、ちなみに今やってるのはこれですよね、これ見えます、あ、ちょっと見えにくいかな、あ、この方が見え、これで見えますか、マーク・ピーターセンの本を使ってるんですよね。で皆さんの反応を見てますとね、今までのテキストの中で一番良かったのはこのマーク・ピーターセンの本だって言ってるんですよね。で、まあ、それでも皆さんの食いつきがいいということもあって、まあ私もこれ、マーク・ピーターセンはね、たくさん読んでるんですけれども、当分これで攻めて、これがamazon.com で出てる本のところで、マーク・ピーターセンと引いたらここが出てくるんですよね。で、まあこの方の一番最初の有名な本がこの日本人の英語っていうやつですね。これ3部作になってるんですよね。これは第1作目なんです。で、ちなみにこの方がマーク・ピーターセンですよね。なぜその英語では通じないのって。実践ロイヤル英文法、これにもね、編集に関わっておられるんですよね。編集者の一人に入っていますね。で、ちなみにこの、日本人の英語の、続編がどうなってるかと言いますと、
これ、この次ですね、すみません、この次、ここですよね、ここなんですよね、これですよね、俗日本人の英語で3作目が、ちょっと題が変わってて、英語の心って、これで3部作になってるんですよね。ちなみに今私とこの、クラスで採用してるテキストがこれですね、日本人が誤解する英語で、これかなり評判いいんですよね。でまあこれが終わったら日本人の英語に、はい、戻っていきたいなと思ってるんですよね。で、まあ、それ以外のところもやってみてみたいなと思う。まあ、そうすると、やっぱり1年ぐらいかかるのかなって感じですね。ちなみに、前回やりましたのは、第1章の前置詞っていうやつですよね。前置詞、ここから始めました。で、毎回1章ずつ、調べてきてやっていただくという、発表していただくという形でね、やっております。で、前回はね、バイと、アンティル、その違いやなんで、日本の学生って何でも、何とかまでって言うと、すぐ、とっさにアンティル何とかって感じちゃうけど、アンティルっていうのはそこまでずっと続いてるっていう意味なんですよね。バイっていうのは期限を切って、その時までにっていう意味なんですよね。どっちも何でもじゃ何でもかんでもまでって言ったら、ミラーアンテル書くという、そういう学生の英作文を大量に見せられると、もうなんとかならんのかこの日本人の英語ということで、マーク・ピーターセンが書いておられますよね。これちなみにこれを取り上げてる方、このアンテルとバイを取り上げてる方って結構おられますよね。ということは結構日本の学生ってそういう間違いやらかしてるっていう、重要なやり方も問題あるんかなと思うんですけど、その辺があるかなと思って、そういえば昨日もね、その話してたら、受験英語の弊害っていうことかな、例えば、文法の試験問題だったら、この前置詞のとこが括弧になってて、次の中から選びなさいとか、by ですか、on ですか、何か書きなさいというような試験問題ありますよね。そんなんで、なんと、例えば車で行く言ったら、by かとか言うて、もう、な、by って何とかで行く、もうこれしか、覚えてないという、それだけで対応するためにこう前置詞の持つイメージの広がりっていうのが分かんなくなっちゃってるんですよね。ですからイメージって一番基本のイメージがあって、そこから広がっていって意味がこう大きくなっていってますので、そのことを捉えないと例えば倍は何とかによってとか、もうその倍なんとかってそれだけで覚えちゃうとうまくこう使えないですよということですよね。まあその辺が受験英語の弊害が出てるんだなと思って私もちょっと聞いてました。ということで、まあ、その辺で前置詞をもうちょっと、きっちりこれからも意識的に注意して読みながらイメージを自分の中で作っていってくださいという話昨日しておりましたですよね。ですからこれからね、もうちょっとしばらく当分はね、このマーク・ピーターセンで攻めていきたいな、行きたいなと思ってます。まあこの方はね、30年間も日本におられてね、日本語私より前じゃないかというぐらいの方ですから、日本語と英語の本当にこう大きく根本な的な違う、それとずっと大学の先生やっておられましたからね、学生が大体なんでここばっかり学生って間違うね、もう間違いここかってまたこれかっていう、にこれ、これでもかあれでもかいうのにさら、されてきた人ですのでね、非常に欠点、日本人の欠点が非常によく分かっておられる方なんで、まあ、これやるとね、非常にこう、自分たちの欠点が指摘されて、ああそうかそうだったのかっていうのは分かるという、まあそれがまあピーターセンの良さで、まあ、皆さん評判良かったんでね、ここで、まあですから週1回ぐらいですから、まあ、1年間50回程度しかできないのでね、まあ当分ここ1年ぐらいはピーターセンで、攻めてみたいなというふうに思っております。まあこれはね、受験には直接は、まあ、直接は関係ないけれども、やはり英語力増強アップっていう本当に大事なところを、ついてきてるなと思ってやっておりますので、まあ涼しくなってきますね。全くちょっと食えそうもないけどね、まあ、北朝鮮の全くは待つしかないですよね。はい、なんかそういや今ロシア揉めてますよね。なんか動員で30万人動員するんですか。お金で若い人たちは飛行機に乗ってバーッ逃げるので、飛行機もう満員、飛行機のチケットが30倍に跳ね上がってるという大変な時代になってきましたよね。まあ本当にロシアのこれからどうなっていくんでしょうね、よくわかんないですけれども、まあ、ちなみに軍隊なんてね、新兵ね、動員かけたからってすぐ使えるわけやなし、まあ大体訓練に大体3ヶ月程度かかる、3ヶ月でも少ないんですよね、やっぱ半年、確か日本の自衛隊は半年だったと思うんだよね、最初に入ってから半年間訓練して、それから配属決まるんですよね。だから、でもまあそんなこと言ってられないよね。でも3ヶ月も経ったらもう戦争終わってるってことは、
十分ありえますよね。で、まあ、どっちかというとロシア負けちゃう可能性が高いですけれども、まあ、そうなったらね、プーチンもどうなんのって話ですけども、まあ、そこまで見通せないけれども、まあ、トルコあたりへ逃げるんじゃないかと、ね、エルドアンと仲いいしね、エルドアンにしたらもうこれカードやって感じで、引き受けていただけるんではないだろうかなんて、これは勝手に私が思ってるんですけどね、さすがに中国は嫌がりますよね。こんな鬱陶しいやつ来たら困るよねっていう感じですよね。はい、まあ、そういうこともありますけれども、英語の方勉強頑張っていきましょう。